とりあえず一回そのスパッツ脱いでみたら。はあ、やだよ。何いきなりエロいこと言ってんだ。言ってないわよ。よう、ジュン、一緒に帰ろうぜ。確かにジュンの反応が今までと全然違う。え、ジュン、っていうかこいつ変だ。ちょっと待てって。うわっ。